旧駅舎大鶴駅は、大分県日田市大技を思いにある、九州旅客鉄道日田彦山線の駅である。大分県内の福岡近郊区間の駅は、当駅と隣の今、山駅の二駅のみである。2017年7月5日の九州北部豪雨で、大きな被害を受け休止中である。以下、突起ない限り、被災前の状況を記す。大工バスは、 駅から離れた国道211号沿いの個人商店付近の大港輸送停留所発着端式ホーム一面一線を有する地上駅。かつては島式ホーム一面二線であった。1984年に無人駅化された。古い木造駅舎が残っていたが、2010年4月18日に新たな木造駅舎が落成した。以前は自動券売機が設置されていたが、 建て替えられる前に撤去された。1965年度には、乗車自民が14万1965人、降車自民が14万4934人で、手荷物や小荷物も取り扱っていた。2014年度の乗車人員は1935人、降車自民は1418人である。ありがとうございます。